こんにちは、リエです。こんにちは、さとみです。はい、はい、今日はね、私宛に郵便物が届いたので、それを開封していきたいと思うんですけども、はい、宛先じゃなくて、なんで郵便物届いたの？ちょっと前に10月24日に、私誕生日でして、おい、おめでとう。ありがとう。29歳。はい、おめでとうございます。それでね、我らが安井愛用からヨイズム名古屋ですね、はい、アクセサリーの、はい、からなんと誕生日プレゼントが届きました。なんでね、ヨイズム今連携プレイ最強だったじゃん。いや、こっちはいいでしょ。こっちはね、見せとかんっていうかやつだね。うん、ここになんかさ書いてあるもん。はい、はい、ということでね、開けていいですか？何なんかあよいつもなんかいろいろ送ってくるけど。そうじゃん、もうね、ケイスケに至ってはね、全身コンプリートだよね。全身ね、この間靴下もさもらっちゃったもんでさ。そう、あ、この服もね、なんかね、シラックス、あのアヨン家の近くの古着屋に行った時に、俺がエアポッツをアヨンの車に忘れとって、届けに行くわっつって届けに来た時に、なんかアヨンがこれケイスケに似合いそうっつってね、ハリネ、これハリネに似合いそうっつって買ってくれたんだよね。このネックレスもヨイズム名古屋で、もうね、俺とさとみがつけてるものはさ、ほとんどヨイズム名古屋で、ね、これもヨイズム名古屋で、そう。で、このあ、ピアス。あ、ピアス。これいつもつけてるさとみが。いつもつける。そう、これね。これめっちゃ可愛くない？これ。インスタに上げてるのを見てさ、私はこれ絶対欲しいと思って連絡して。じゃあお前は早く開けろって。じゃあこれ。アヨのこだわりのチェコビーズ、うん、ガラスでできてるこのパーツね。はい。こ、はい、れね、めっちゃ可愛い。でこれもね、アヨがつけるとこ。これもアヨのやつ。ヨイズム名古屋のなんか足につけるやつ、アンクレットっていうの。うん、夏とか。でこれもね、アヨのやつ。ヨイズム名古屋の、これはブレスレット。手につけるやつ。でこれもね、ヨイズム名古屋、あの俺はね、鍵につけとるんだけどね、鍵、キーホルダーではないか、キーアクセサリー、キーホルダー、キーチェーンのかな。でこれもね、ヨイズム名古屋、これさとみがこの前買ったやつだね。そう、これはこちらなんと500円です。でね、これもね、ヨイズム名古屋、これはどこに使おうって感じ。今なんかにつける。これも前に買ったやつね。これはもともとこのストラップついてなくて、ここで、これもね、ヨイズム名古屋。ねえ、めっちゃさ、かぶせてくるじゃん、さっきから。じゃあお前は早く開けて。さあ、開けちゃいかんかなと思ってさ、待ってって言われるかなと思って。違う、お前が開けとる尺を使って俺が紹介しとるよ、うん、これもね、キーチェーン、鍵にね、つけとる。で、最近ゲットしたこれ、これかわいくない？なんかね、鳥がついとる。あ、いくよ。鳥がついとって、これあの、スマホとかをさ、最近さ、ショルダーにしてかける文化あるじゃん。あの文化に使ってる。なんかこう、ここんとこをさ、ちょっと個性的に。あ、開きましたか？開きましたよ。おお、はい、ちょ、ミス。さとみ、誕生日おめでとう。いつもありがとう。遅くなってごめんね。ごめん。私より。私よりっていうのがいいね。開けます。なんつっても。いくよ。はい。いいよね。メリッといきましょう。はい、だって。メリッといっちゃって。ピアスっぽい雰囲気を醸し出しております。なかなか到達しません。もっとベリッといこうよ。なんかさ、
2個も入ってねえ、私が可愛いってさ言っとったやつじゃん。おー、何こっちも両方、そうこの緑のこれ、これとこのねお花のこれ、ちょっとうまく、めっちゃいいじゃん。ありがとう。ちょっとつけてみてよ、両方、ね、これ取って、かわいいって、なんかさ、これも好きって言っとったで、見とるとき一方ずつつけるか、片方ずつ、あ、片方ずつね、うん、でもこれはね、これはね、なんかもっと、もうちょっと年のいったクソババアをイメージしながらつけるって言っとったよ。あ、言っとったね。そうだ、言っとった言っとった。それ好きなのとか言ってね、クソババアイメージして作った。それもっとなんかさ、あの森ガールみたいなさ感じのクソババアをイメージしながら作ったやつよ、言っとった、ね、言っとった、言っとった。そういえば言っとった。どう、ちょっとまずこっちから、どうあよ、いいじゃんこれ、あ、いいね、かわいい、いいじゃん、これ合うね、お花入って、あ、確かにいいじゃん。こっちは、こっちはどう、森ガールの。あ、でも可愛いじゃない、ね、いいじゃん、いいよね、めっちゃいいじゃん。ちょっと秋使えそうな、ちょっとくすみカラーみたいな。どう、あ、微妙だね。ちょっと上級者な感じになっちゃうね。はい、めっちゃいいじゃん、ありがとう、ありがとう、いっぱいつけます。めっちゃいいじゃん、可愛くないこれ、うん、可愛い、超可愛い、うん、ぽい、こっちはまあぽい、まあぽい、うん、まあ言ってもさとみんクソババアだね、ねえ。29歳っていうことでね、はい、なんかとにかくこうめっちゃね可愛いもんがねいっぱいあるんですよ、ヨイズム名古屋は。そうなんです、もうね可愛いものでしかない、可愛いとかかっこいいとか、もうなんかね、あのあれだね、お守りのようにつけとるね俺らは、うん、いろんなところにねつけてね、うん、これもさあれだよね、もともとはさなんかストラップみたいな、そうだけどちょっと短、なんかさね、ストラップ用に売ってたやつだけど、スマホショルダーにしとる人おらんじゃん、うん、あ、スマホショルダーにしとる人おるけどさ、うん、女の人が多くない、うーん、男の人でさあんまりおらんじゃん、だもんでさ短いだよね、ちょっと、あ、そういうこと、ちょっと短くて、うん、でこれつけたらめっちゃちょうどいいじゃんみたいな、うん、これにしてね、こういう使い方もできちゃうんで。そしてなんとね、はい、はい、なんとこちらのヨイズムアクセサリーさん、はい、ただいま来ました、はいはい、ただいま無期限で、チャリティーセールを行っておりまして、はい、はい、チャリティーセール、なんとね、チャリティーセール、この購入額全額分が、うん、岡山県のハニーズファームサンクチュアリさんっていう、うん、あのね、行き場をなくした家畜動物とかを、うん、あの馬とかね、羊、うん、なんかを保護してくれているあの保護団体さんですね、はい、はい、そこに全額寄付をするということで、うん、最高じゃん、なんでアクセサリーも手に入っちゃうしね、チャリティーもできるし、そう、チャリティーもできるしっていう、なんか寄付とかだとさ、うん、値段設定がよくわからんくて、言っとってね、あよがなんか寄付だけだと値段設定がよくわかんなくて、うん、いくら寄付したらいいかわかんないっていう人たちも、こういうアクセサリーとかになって、いくらっていう値段が決めてあると買いやすいし、うん、同時に寄付できるならめっちゃいいじゃん、自分がめっちゃ可愛いと思ったもので、これも身につけれて動物たちにも寄付できたらめっちゃいいじゃんっていうことでね、はい、もうね、夜な夜な作ったらしいんですよ、はい、夜な夜な、ね、ピアス系はセット、このセットでね、うん、ペアで2000円で可愛いピアス系が入っちゃう、ね、もう本当にさ、マルシェとかにさ今までさ出したことなかったのにさ、うん、このチャリティーやるってことで、うん、
急にねマルシェとかにねめちゃくちゃ出没し始めてねすごいよね、うん、なんかマルシェとか嫌いだったらしいじゃんね、もともとだけどね、なんかどうしてもチャリティーしたいってことでね、マルシェとかにも軒並みあの出店させてくださいっていう連絡して、でマルシェの前の日とかはもうほんと夜中まで、うん、永遠黙々にこれ作り続けるっていうさ、すごいなって思う、ね、本当にいつもすごいなって思う、マジで。なんか面白いじゃんよってそもそもさ、うん、人として、うん、人としてっていうか普通に面白いじゃん、うん、なんか面白さばっかりがさ評価されちゃいがちっていう、うん、表面上に見える部分ってさ面白かったりするんだけどさ、うん、本当にめちゃくちゃ優しいし、本当に、ね、なんかすごい優しいし、すごいなんかね思いが強いよね、いろんなことに対して、ね、多分なんか俺らも本当に応援しとるし、あんまねそんなに対して力になれてるかどうかわからんけど、うん、めちゃくちゃ応援しとるし、なんかぜひね、あのアクセサリー好きだよとかおしゃれ好きだよっていう人、うん、本当にめちゃくちゃセンスも良くてね、そうなんかね使っとるパーツもすごいこだわっとって、うんうん、ね、こういうのもガラスとかこの何フックの部分も、うん、シルバー925っていうね、うん、すごいいいやつ、うん、でアレルギーが出にくい素材とかね、うん、めっちゃこだわって高級感漂う感じになっておりますので、うん、でここまでして、うん、ここまで安く売ってる人がおらんらしいじゃん、ね、他に、ね、本当に安いもんでさ、うん、マジぜひね買ってください。で今チャリティーでさめちゃくちゃもっと安くなってるじゃん、うん、多分ぜひね皆さんおしゃれ好きな方買ってみてください、はい、オンラインもあのヨイズム名古屋のさアカウント俺貼っとくんで、なんか気になるものあったらぜひ直接 DM でもいいし、うん、ヨイズム名古屋のアカウントでもいいし、うん、ぜひ買ってくれると嬉しいです。しかも動物にも寄付されるっていう、もういいことしかない、ね、で最後にあのおまけ程度なんですけど僕もねその、まあ、アクセサリーとか興味ないよ、でも寄付も値段設定わからんよって、なんかあよがそのアクセサリーでチャリティーやりますって言った時に俺もなんかできることないかなと思って CD 作りました。ベストアルバム14曲入り13曲入りはい、すいません13曲入り、ガキの頃からっていう友達に書いた曲とリグレットっていう母さんに書いた曲と一つしかない世界っていうコロナ禍に書いた曲とアンブレラっていう友達に書いた曲と笑顔が一番好きっていう友達に書いた曲とキャスティっていうそれこそキャスティもさ、うん、動物に優しいケーキ屋さんでさ動物施設に寄付してるよね、うん、でキャスティっていう犬が死んじゃった時に書いたキャスティっていう曲と、せめてっていうビーガンになってから書いた曲と、誰かの涙で咲かせて話されるっていう曲と、ビーガンっていいじゃんっていうなんかこうビーガンをキャッチに伝えるラップみたいなやつと、未来っていうなんか選挙に行こうよっていうような曲と、シアワヘイっていうキールタン日本語キールタンと、欲のまにまにっていう曲と、口内炎の薬誰か買ってきてっていう13曲でお届けしております、はい、13曲入りで3000円、俺はあのなんていうの全額寄付とかはさ、うん、できんけど利益分はね全部寄付させてもらうんで、ぜひよかったら俺の CD も、まあ、アクセサリーとか興味なくて音楽が好きで寄付したいっていう人とかいたら、うん、ぜひね買ってくれると嬉しいです。はい、はい、ということでね、もうありがとうあよ、ありがとうしかない、ね、マジでありがとう、本当にもういつもありがとうしかない、うん、いつもしかない、もう、うん、ね、かわいいそれがなんかさ、そうこれカレーシルバーって ねあのどこの国だったっけ、カレン族っていう部族が作った、これはシルバー925よりも純度の高い、ね、なんか高いって言ったよね、シルバー高いっていうか物がいいらしいよね、うんうん、可愛いお花形になってます。まあ本当にねすごい可愛いだよマジで、もうこれももうずっとつけてるわ俺ね、ね、もういついかなる時もずっとつける、うん、これも俺をイメージして作ってくれたらしくてさ、そうこれとこれね、本当にさ俺が持ってる服のさ服全部合うねこれ、うん、全部合う、パーカー以外 ねパーカーは合う合わんの問題じゃなくて、う、ね、もう
とにかく首がね詰まってなくなっちゃうもんでさ首なくなっちゃうもんであれだけどさまあそんな感じでね、ぜひ皆さんユイズム名古屋とハニーズファームサンクチュアリ両方応援できるんで、この機会に買ってくれたら嬉しいです。嬉しいです。バイバイ。バイバイ。